鬼滅の刃を見ないやつはラブライバーじゃねえ。どうも皆さん、ヒカキンの越したいの TV です。今回紹介するのはこちら、はい、じゃじゃーん、はい、劇場版鬼滅の刃無限列車編、こちらを紹介していきたいと思います。なんで自分がですね、まあこちら紹介することになったかっていうと、タグエンさんがですね、まあ鬼滅の刃のその無限列車編をまあ見に行って動画出してたんですけども、まあその中でタグエンさんがですね、まあ鬼滅の刃を見ないやつは、まあ、ラブライバーじゃねえというふうにおっしゃってたんですね。なんで、あ、そっか、鬼滅の刃見ないやつは、ラブライバーじゃないのか、うん、じゃあ見に行こうって思って見てきました。はい。で、まず、タグエンさんの感想としては、まあ、タグエンさんもともとなんか鬼滅大好きだったらしい、まあ大好きで見てたらしくて、でもなんか人気になることによってアンチになってたんですけども、ただ、この無限列車編見て、あ、やっぱ鬼滅てめえ神じゃねえかよ、みたいなこと言ってましたね。で、タグエンさん前の生放送で、どうせみんな鬼滅の感想動画あげるから、もう世界最速で鬼滅の、その、刃の無限列車編の、感想動画出してやるぜって言ったにもかかわらず、普通にウーチャンネルさんに抜かされてましたね。いや、世界最速でも何でもねえじゃん、なんて思ったんですけどね。はい。ということで、まあ自分も見てきましたね。自分はまあ、16日金曜日の21時10分の回で見てきて、やっぱりお客さん多かったですね。だってね、40何回やってるところもあるっていうのに、ね、なのにあんな、ね、客満員とか、まあ、公平さんも見に行ったらしいですけどね。で、公平さんとタグエン曰く、まあね、100億は行くだろうと売り上げ、みたいなことは言ってましたね。はい。で、自分も、まあ、パンフレット、まあ、まず買って、で、特典として、まずこちら、小冊子がついてくるんですよ、こちらの。まあ、いろいろなんかね、まあ、ストーリーが書いてあったり、キャストの、まあ、インタビューが書いてあったり、まあ、もろもろ書いてありますね。まあ、この小冊子と、あとですね、こちらか、よいしょ。このなんか塗り絵がついてくるんですよ。自分だから2枚もらっちゃいましたね。塗り絵。このね、この塗り絵がまあちょっとついてくるんですね。まあ、紙飛行機でちょっと飛ばして遊ぼうかななんて思うんですけども、こちらが、ついてきましたと。はい。で、まずですね、自分見、ですね、まあ、タグエンさんの話なんですけども、タグエンさんの感想を曰く、まあ、鬼滅やっぱりちょっと見直したと。でもやっぱり鬼滅ってそのジャンプなんで、大人から子供まで見れるように、やっぱ子供向けの、シーンで、その寒いギャグがちょっとあれだったけど、でもね、やっぱりその、なんだっけね、大人と子供を見るから、そういった意味では、まあ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 、そこはまあしょうがないんじゃないかなみたいなことを言ってましたね。で、自分もこの後紹介するんですけども、そういったやっぱりギャグテイストの部分はあるんですけども、ただ、そのギャグテイストのシーンっていうのは、やっぱ子供向けの多分ギャグテイストのシーンなんで、まあ、制作人、アニプレックスとか UFO テーブルが本気でそこの逆シーンで笑わせに行こうっていうのはまあ思ってないんじゃないかなと。やっぱりこう、うん、まあどうしてもまあ入れなきゃいけないシーンというか、うん、だから多分それを分かってて見ると結局見方の問題ですよね。見方の問題でまあ逆テイストのシーンもあるけど、でもただ制作人も本気で笑わせようというよりかは、まあちょっとした何ですかね、おかずじゃないですけども、おつまみというか、まあちょっとした休憩というか、そういうふうに見れば、まあそこは別に全然、まあ気にならなかったですし、なんといっても、うん、それ以外のところが、まあすごかったなっていうのがありますね。はい。ってことで、ここからですね、ちょっともう、感想を、まあ突っ込んでいきたいと思います。まあまず、大まかな感想としては、やっぱり、まあ映像もすごかったですし、まあそれはもうもちろん UFO テーブルなんですごいっていうのもあり、まあ、ストーリーも良かったんですけども、なんといってもね、うん、まあそりゃ、煉獄の物語になるよな。そりゃ、煉獄ずりいよな、みたいな。うん、まあ無限列車編は、まあ、もちろんその原作があって、タグエンもなんか鬼滅のファンがもう民度高いやつだから、映画見る前に全部ストーリー知ってるみたいな、知っちゃったみたいな。で、それで見たけど泣いたみたいなこと言ってたけど、で、俺全然知らなかったから、で、無限列車編見たら、いや、そりゃね、煉獄釣りは、煉獄にガチ恋するわって。多分ね、みんなガチ恋してたと思う。それになるわ。そりゃね、ね、新宿の、ゲーセンの UFO キャッチャー、10台ぐらい全部煉獄になるわって。そう。煉獄のその UFO キャッチャーが、ブワー全部煉獄、煉獄、煉獄、煉獄みたいな。いや、そりゃそうなるわって。俺最初なんでこんな多いんだみたいな。何なのこれみたいな。思ってたんです。もう見た後に、その UFO キャッチャーのその光景見たら、うん、だよね。うん、そりゃ、あんだよね。てか、むしろ原作中だったら多分、もう、ね、
煉獄が活躍とか、まあ、ああなるのは知ってるから、そりゃそうだよなっていう、うん、あれずるいよ本当に、うん、あれは、うん、ガチ恋しちゃうっていうのがまず大まかな感想ね。そうで、だってそうじゃんっていう。いや俺ね、正直煉獄にだったらマジ抱かれてもいいよ、あいつすげえぞ。多分ね、よくあるじゃん、あのなんか上司になってほしいランキング。多分ね、2020年度の、もうそんな時間ないけど、上司になってほしいランキング、多分煉獄が1位だと思う。タモリとか、ほら、あれだ、イチローとかは、なんか1位になったりするじゃん。多分、そいつら抜かして、煉獄が上司になってほしいランキング1位っていうのは、もう、ね、あの、決まりだよね、みたいな。うん、そんな感じでしたね。はい。で、ちょっとここから、まあ、ストーリーの内容になっていくんですけども、まあ、自分も本当初見だったので、どんな感じなのかなと思ったんですよ。まあ、最初はなんか、その、あれだ、炭治郎と善逸と、あと、猪之助か。まあ、ねずこも一緒にね、まあ、中にいるんだけどね。まあ、ねずこちゃんも一緒に、まあ、その電車に乗ると。で、そこでなんか任務を遂行するために、煉獄に会うんですよ。煉獄に会うために、その無限列車に乗ったと。で、ねまあ、それで、炭治郎と煉獄が会うシーンが、会うというか、まあ、初対面のシーンがあるんですけども、まあ、その時に煉獄がね、ずっとね、弁当食って、うまいうまいうまいみたいな。もうそのシーン見た瞬間、あ、こいつ単細胞なんだと思って、多分こいつ、うまいしか言葉知らないやつなんだ。なれそう、単細胞か、みたいな感じで。ちょっともう全然わかんなかったんだね、煉獄のことは。まあ、まずそう思ったと。で、炭治郎と煉獄がちょっと話しても、こう、うまく話が、まあ、噛み合ってるような、噛み合ってないような、なんか、そんな感じで、あ、こいつは、いわゆるこう、まっすぐなやつなんだっていう、あ、そういうやつね、みたいな。で、最初そう思ったんですよ。でも、まあ、後で話しますけども、まあ、終盤とかそのまっすぐさが逆に、ガチ恋ポイントなんですよ。煉獄のそのまっすぐなやつだからこそ、まあ、まっすぐな心とか、そういうやつだからこそ、うん、ちょっと、まあ、惚れちゃうよね、みたいな。うん。まあ、まずね、うまいまいっつって。で、なんとかこうね、話して。で、まあ、電車に乗ってたんですよ。で、そして、まあ、車掌さんが切符を切りに来たんですよ。ね、切符、はい、はい、切符ちょうだいっつって。で、みんな切符パンパンパンって、まあ、切ってもらうんですけども。で、まあ、そしたらですね、まあ、鬼が出てきたんですよ。ブワーンって、いきなり鬼が出てきて、まあ、ね、そこで、まあ、戦うんですけども、まあね、そこでまず煉獄が、ね、かっこいいシーン。えいっつって。バーンつってね、鬼をやっつけたりすると。まあ、まずそこで、まあ、惚れますよね。ああ、こいつ、まあ、知ってたたりを、やっぱ、強えな、みたいな、あ、映像綺麗だな、みたいな感じで。で、それでね、炭治郎たちもね、ああ、もうほんと神、拍手、パキパチ、みたいな感じの、ちょっと、まあ、ほんわかというか、まあ、最初のつかみとしては、うん、まあ、いい感じだったんですよ。さあ、こっからどうなのかな、みたいな感じで。うん、で、その後に、まあ、場面が変わったりとかして、その、うん、だから炭治郎一個が、炭治郎とか煉獄と、あと、猪之助と、あれだ、善逸か。まあ、寝ちゃうんですよ。はい。寝てしまうんですよ。なんで寝てしまうかというと、実はその切符にその鬼のなんかそういった、ね、眠る要素とか、そういった成分をちょっと、ほんの微量だけ染み込ませて、その切符を切ることによって、まあ、炭治郎たちが、まあ、寝てしまったと。はい。で、その、正体とか、それを仕掛けたやつが、まあ、今回出てくる、炎武っていう鬼ですね。加減の位置ってやつですね。まあ、その加減とか、上限とかあるらしいんですけども、まあ、陰武じゃないです。陰武は、ほら、陰武だと、ほら、ね、あっちになっちゃうんで、炎武ね。炎武さんがね、加減の位置、炎武さんが。ね、そういう風に仕掛けたと。で、もう、寝たなら殺せばいいのに、普通には殺さないんですよ。まあ多分、殺しに行くと、その匂いで、バレちゃって、その、炭治郎たちが起きちゃうから、多分、すぐには殺さなかったんですよね。子供たちを、こう、利用して、うん。なんか、いい目見させてあげるよ、つって、子供たちを利用して、まず、その子供が、その炭治郎とか他の奴らに、こう、縄をこう、縛ったんですよ。自分の腕とそいつの腕にこう縄を縛って、でそしてその子供たちがそれぞれの夢の世界に入ることができると。でその縁務曰く、その夢の世界の中には意識と無意識の領域があって、無意識の領域の中の核を壊せばそいつは一生起きることはない。つまりそれは死を意味するという、まあ、話だったんですね。なんかこれ
なんか意識の世界、無意識の世界聞いたとき、フロイト？フロイトでしたっけ？無意識って。確か。フロイトだよね、確か。なんか、それを思い出しましたね。なんか、ああ、なんか、いきなり哲学か、なんて思ったんですね。確か、その無意識領域ありましたね、確か。なんか、そんなか、まあ、これ哲学アニメかな、みたいな感じなんて思ったんですけども、まあまあまあ、そういうことじゃなくて、まあまあ、そういう、おちびちゃんたちが夢の世界の中に入って、じゃあ、その無意識領域の中の核をね、やっつけに行きますっていう、まあ、ことになったんですよ。で、それで場面がそれぞれ夢のシーンになるんですよ。例えば、善逸であれば、禰豆子とね、イチャラブしてる、それ夢。で、猪之助であれば、ね、猪之助が、まあね、ボスみたいな感じで、で、みんなを引き連れるみたいな。なんか、禰豆子はなんか、ウサギになってましたね。なんか可愛かった。ぴょんこっていうらしいですけどね。で、うへーみたいな感じで。で、炭治郎は炭治郎で、あれか。炭治郎の夢はあれだ、家族とみんなで、あの、日常を過ごす感じ。ああ、もうこのまま、このままのなんか世界でいいや、みたいな感じの。で、それでいい夢を見てると。で、煉獄が確か、まあ煉獄はその、縁柱っていう、まあ柱っていう、まあ超強いね、その鬼殺隊の、まあいわゆるね、エリートさんですよ。まあ、エリートさんなんですけども、まあ、縁柱になっても、ね、パパになんか認めてもらえないみたいな、パパがなんかね、みたいな、縁柱になっても、んちゃらかんちゃら、ピーヤーみたいな感じで、まあそういうね、まあ感じだったんですよ。で、まあそれぞれ、まあちょっと夢を見てたんですね。で、夢を見てる最中に、その、煉獄の夢の中に入ってた、その、まあ女の子がいいんですよ。で、女の子が無意識領域の中に入って、核を、こう、ぶっ刺そうとした瞬間、煉獄が、こう眠りながらその現実世界のね、現実世界の煉獄が眠りながらその女の子の首をガッてやって、こう眠りながらこうやってこうね、なんか抵抗してたんですよ。で、それで M が、あ、すげえなんかて、なんか気力というか精神力だな、みたいないう風に言ってたんですね。で、まあその状態が続いてますと。で、それで、炭治郎の夢のシーンに関しては、まあところどころ、まあ、夢の中で、まあ、おかしいというか、なんか違和感を覚え始めたんですね。例えば、なんか、吹きの塔を雪山で取りに行くシーンで、で、よいしょって背負って行こうとするときに、さ、行くよ、禰豆子って言うんですけども、で、禰豆子って言って、ん？って言って、後ろを振り向くと、まあ、吹きの塔じゃないですか。あれ、俺は一体何を言ってるんだろうみたいな感じの、はい、そういうことを、思ったりするんですよ。そこでちょっと違和感を覚え始めると。うん。で、それで、まあ、家に帰っても、そういった、まあ、禰豆子の話だったり、なんか、そういう話をして、そこで、ちょっとなんか違和感を覚えて、で、途中で、あ、俺、そういえば列車の中にいるじゃんって、いや、これ、夢じゃん、いや、夢やんつって、これ、夢じゃんって気づいた。気づいて、起きようとしたら、まだ夢の中にいたと。ダメだ、まだ夢の中だ、つって、もう自分が夢の中にいることは気づいた。気づいたんだけど、まだ、夢の中には、夢から目覚めることはできませんでしたという、まあ、話なんですね。で、それで、炭治郎の夢の中に入ってきた男の子がいるんですけども、まずその男の子がどう見てもリヴァイなんですよ。リヴァイ兵長なんですよ。まあ、リヴァイ兵長はなんかね、体が弱いのかな。なんかは、まあ、まあ、リヴァイ兵長自体吐きねえからな。なんか、まあ、リヴァイ兵長が、こう、炭治郎の無意識下の世界、だから意識の世界と無意識下の世界に、こう、切り開いて入ったんですよ。無意識の世界に。無意識の世界に入った瞬間、俺そのシーン見て思ったのが、炭治郎の無意識下の世界は、未体験ホライゾンやなと。ミホラじゃんって。ウユニコなんですよ。すんごいどこまでも透き通ってる。ウユニコ。未体験ホライゾンみんな大好きでしょ？やっぱラブライバーなんて。そう、ミホラのウユニコのあの感じがバーって広がってたんですね。もうどこまでもこう透き通るような心を多分象徴してたんでしょうけども、もうなんかこれからもっともっと夢の形変わるんだみたいな感じで、で、それでなんか、ね、よく意味わかんない妖精がそのリヴァイ兵長をこう案内するんですよ。どこにかっていうと、その炭治郎の核に、炭治郎の核に案内して、なんでみたいな、なんかなんで案内してくれたの、俺今この核ぶっ壊そうとしたのにってなって、で、そこでリヴァイ兵長がちょっとなんだこの暖かい世界はみたいな感じで、まあね、ぶっ刺すのをやめるっていう、そういう流れだったんですね。で、猪之助は普通になんかこうね、猪之助の、世界に、夢の中に入った女の子は猪之助に追いかけられたりで、善逸の夢の中に入った
男の子は、前逸の無意識下に入ったら、真っ暗なんですよ。真っ暗でいきなり前逸が現れて、なんで俺の、ね、夢の中に男がいるみたいな。俺の世界にいていいのは禰豆子ちゃんだけだ。うわーみたいな感じで。もう、その二人が逆テイストでしたね。はい。で、まあ、話を戻して、結局、最初に夢から覚めるのは、炭治郎なんですよ。炭治郎がどうやって覚めるかっていうと、自分の首を切るんですよ、夢の中で。夢の中で自分の首をうって切って目覚めると。で、みんな起きろ起きろっつって、起きるんだっつって。で、なんとか目覚めると。で、起きた炭治郎は、匂いを嗅ぎつけて、炎武のいる場所に向かうと。そこで、炎武と、炭治郎が、まあ、戦闘シーンで、うわー、バチーンって戦うっていう、まあ、そういう、まあ、流れなんですよ。で、そこに猪之助が加わって、で、炭治郎&猪之助 VS 炎武の戦いになると。で、まず、炭治郎が炎武の首を、えいってやったんですけども、まあ、なんかあれ、あんま感触ないな、みたいな。そう。あんま感触ないな、と思ったら、実はその炎武が、無限列車とか、SL 全体に、寄生していたと。だから、このね、列車をね、ぶっ殺さない限り、もう無理だよ、っていう。みんな殺しちゃうよみたいな。でまずね、お前ら全員殺してから、ね、炭治郎とかその諸々のね鬼殺隊メンバー殺してから乗客200人ぶっ殺すからねーっつって、そこでまた戦いがねいろいろ始まると。そこでまた一人一人見せ場があるんですよね。まあ善逸だったりその猪之助だったりあって、でその中でやっぱり煉獄強いな。まあ結局みんな覚めるんですよ。目を覚まして煉獄がブワーってんですよ。そう、列車の中のね、その炎武のそのなんか気持ち悪いうねうねしたやつを小刻みにブワーってやるんですよ。ブワーってやって、ちょっと時間稼げるんですよね。その、切っても切ってもこう再生していくんですけども、煉獄がね、そう、ものすごい攻撃したから、その再生するのにちょっと時間かかってるから、その時間かかってる間に、まあ、なんで炭治郎と猪之助が、まあ、なんで炎武のその、まあ、コア、まあ、首のこの部分なんを、えいって切ると。で、列車がバーンって爆発すると。で、まあ、なんとか、はあ、助かった、よかった、みたいなね、感じになるんですよね。うん。で、まあ、俺はまあ、正直、まあ、これで終わりなんだなーって思ったんですよ。うん。まあ、さっきも、うん、言った通り、まあ、無限列車編なんで、これで終わりかなーって思ったら、うん、そこに、なんだっけな、上限の3っていう、まあ、強い鬼が現れたんです。まあ、赤座っていう、なんか、まあ、超強い鬼が現れたんですね。で、自分その映画の中で初めて知ったんですけども、上限と下限でいいんですかね、があって、まあ、上限が超強いやつで、下限がクソ雑魚なんですよ。だから、炎武に関しては、まあ、ややこしい技は使うけど、正直、しょぼいと。で、赤座っていう上限の3、まあ、鬼だね、は、まあ、超強いやつ。そいつが出てきてどうしようって言った時に、あれだ、煉獄さんが登場するわけだよ。煉獄さんに登場して、で赤座は煉獄に対して、お前強いから鬼になろうぜっつって、お前鬼になろうって言ったら煉獄は断固として拒否すると。いやだと、鬼になった方がこの傷とかもすごい一瞬で癒されるよみたいな。でも煉獄は、いや人間はね、老いたりそのね、老いたりそういう風になるから美しいんだみたいな。そう、強さは肉体的な強さじゃない、精神的な強さもあるんだみたいな。でその精神的な強さは、炭治郎のことだね。炭治郎は強いぞみたいな。肉体的な強さとかそういう以外にも精神面での強さがあるんだみたいなことを言ってて、結局バチバチ戦うんですけども、その戦闘シーンもあーまあかっこいいなと。ああ、かっこいいなと。で、まあ、煉獄がボロボロになんですけども、いや、お前鬼になれよって、石田明なんですね。声聞いた瞬間、あ、石田明やんってちょっと思ったんですけどね。石田明、お前、それだったんだって思って、もうずっと明って言ってましたけどね。で、明が鬼になろうぜって言っても、まあ、煉獄はね、断固として拒否したと。もう、その姿がかっこいいですよね。もう、どんな理由だろうと。で、そこで煉獄の回想シーンだったり、ね、パパに認められなかったり、ママから、お前はなんで強くなったかわかるか、それは弱き者を助けるためだっつって、その教えをちゃんと胸の中に、刻んで、煉獄は、まあ、どんな状況であろうとも、まあ、みんなを守ると。縁柱として。あ、かっちいいな、こいつって。まあ、その時点でガチ恋ですよね。で、最終的には、こう、えいって、まあ、やるんですよ。なんだっけね。9の方、煉獄。9の方、煉獄。
たいな感じでやったんですよ。イエーってやったんですもん。その赤座に腹をこうブッて、右手かな、右手か左手でブッて腹もう突き破られたんですね。突き破れられてうーってなったんですよ。でそれでも煉獄はその鬼はその首を切れば死ぬんですけども、こう最後の力で首を切ろうとするんですよ。で半分まで行くんですよ。半分まで行ってうーってやってるんですね。でその時にまあ、朝日が昇り始めようとするんですよ。で鬼って太陽の光に弱いんですね。太陽の光受けちゃうと死んじゃうんで、そう鬼太陽の光に弱いから、やばい早く抜き出さなきゃっつって、アキラが、石田アキラね、アキラが言って抜き出そうとするんですよ。煉獄のその腹の中にそのホールドされて動かないんですよ。あーなーみたいな感じで、お前は絶対逃さないみたいな感じで煉獄も言って、あじゃあこれで、うん、もうこの赤座は死ぬのかなと思ったら、そこで炭治郎登場。炭治郎が煉獄さんにどう言われてもいいみたいな感じで赤座の腕を切っちゃうんですよ。赤座の腕切って赤座はそのまま逃げちゃうんですね、太陽の光から。で炭治郎も、まあ卑怯者みたいな、煉獄さんの勝ちだ、お前の負けだみたいな、ちゃんと戦えみたいな感じで、でアキラの方はうっせばお尻ペンペンみたいな感じで逃げちゃうんですよ。でそれで、まあ、結果としては赤座逃して、まあ、煉獄は最終的に、まあ、死んじゃうんですよ。はぁって感じで、だから、まあ、結果だけ見ると炭治郎ってめえ何逃してんだよって思うかもしれないんですけども、でも炭治郎の性格上、まあ、うん、わからなくてもないってむしろわかるっていう。だって、まず煉獄は、その鬼、赤座を倒すために、もう戦って、当たり前です戦ってるわけじゃないですか。でも煉獄じゃないや、炭治郎は赤座を殺すっていうよりかは煉獄を守りたいっていう。そう、炭治郎はその映画のシーンで乗客みんなを守るんだみたいなこと結構よく言うんですよ。だからその守る思いが強いから、正直赤座を倒すことよりまず煉獄を守りたい、煉獄を守るために赤座の腕を切った、まあ、その結果赤座は逃げちゃったし、うん、煉獄を助けたかったんだけど結局死んじゃったみたいな、まあ、思いが実らなかった瞬間ですね。これこそまさにアクアですね。アクアもね、マリが言ってたけどね、叶いたい夢は叶えられずみたいなね。いや本当そうだよね。もうちょっとね、まあ、夢というか、まあね、自分のね、そのね、思いは達成できなかったんだけどね。うん、まあでも、炭治郎の、性格上、まあそうするのは理にかなってるというか、まあそうだろうな、みたいな。まあ、ただちょっと煉獄死んじゃったのは、まあ残念だな、みたいな。で、最後、煉獄がね、まあちょっとあんまり時間ないから、まあちょっとこっち来いや、最後はちょっと話しようや、みたいな。ね、お前が死んだら、なんか俺の負けになるみたいな、そう。炭治郎が死んだらね、俺の負けになるから、ね、ちょっと静かにせえや、ちょっとこっち来て話そうや、つって。で、最後ね、お話をすると。お話をして、それで、煉獄はね、炭治郎の後ろにいる、まあ、幻影のママを見て、笑顔になって、まあ、死んでいくと。うわーってなりましたね。いや、煉獄かっちぇなってなりましたね。やっぱ、こいつは、最初のシーンで、なんか、うまいっていうか、いやこいつ多分こうなんだろうなって思って、実際まあこういう感じだし、でも最後のシーンでまっすぐだったからこそ、心の火をなんかね、心の火をなんかうんちゃらかんちゃら言ってまっすぐだったからこそ、ああいうね危機的状況でもまあ屈することなく、俺絶対鬼なんかならねえぞっつって、まあ乗客200人をまあ守り切ったと。そう、縁柱として、うん、まあ縁柱とか、まあ柱の中でもまあ最強で、最強の部類にいる、煉獄が死んだと。いやー、もう正直2時間ちょっとで、まさか俺煉獄にガチ恋するとは思わなかったね。そりゃね、うん、ごめん、ガチ恋するわあれはかっこいいわ。さっきも言った通り、確かね、うん、上司にしたいランキング1位だ。あれ、煉獄のその誠実さ、なかなかやっぱ難しいじゃん。まあ現実で、あんな誠実なやついたらさ、逆にさ、うん、ね、なんかね、なんだこいつみたいな感じで思うけど、アニメだからあの誠実さは貫いてると思うけど、やっぱりかっこいいよねっていう。うん。まあアニメだからこそかっこいいよねって思えるかもしれないけど、でもやっぱり、うん、みんなが煉獄にガチ恋するってことは、やっぱそういう人物を、まあ、望んでるんだな、みたいな。望んでるというか、うん。やっぱいてほしいよね、みたいな感じで思いましたね。はい。それがまあ、無限列車のね、まあ、大体の感想ですかね。あと、夢の中で炭治郎が、ちょっともう夢の中でいいやって思ったシーンとかも結構、まあ、わかるな、みたいな。やっぱり現実ってね、まあ、いろいろ大変じゃないですか。夢の中だったらもう自分の好きな世界で生きられるわけじゃないですか。そう。だから、ああ、このまま、この夢の中でいっか、みたいな感じで思うかもしれないです、もう。
まあ別に夢の中にいても、何が正しい間違ってるとかではないとは思うんですけどね。例えば、その人が幸せであれば、別に死んだとしても、幸せのまま生きられるかと、まあそれは難しいところですよね。確かに生きて前に進むっていうのが一番いいかもしれないですね。話は変わるんですけども、例えば稲葉さん、ビーズの稲葉さんのワンダーランドって曲があるんですよ。あれはソロ曲で、ワンダーランドは引きこもりの歌なんですね。引きこもりがテーマで、稲葉さんがドキュメンタリー見て、引きこもりをなんか外に連れ出そうとする話で、で稲葉さんは外に連れ出すものじゃなくて、引きこもり側にスポットを当てたんですよ。この引きこもりは、外に連れ出しても、この引きこもり自体は本当になんか幸せなのかみたいな。もしかしたらこの引きこもりは、外に出ないで引きこもりのままの方が幸せなんじゃないかなみたいな。それで価値観の違いですよね。そういったのを歌にしたものがあるんですけども、だから、その無限列車編でもその夢の中の方が幸せっていう、まあ幸せかもしれない、このままでいいかもしれないっていうシーンはありましたけども、これは、まあ現実世界に戻って生きなければいけないっていうのはあるにせよ、だからといって、夢の中で幸せに暮らして死んでいくっていうのもそいつにとっちゃ一つの選択肢なのかなって、まあ俺はどっちかって言ったらやっぱ現実でね生きたいしっていう今思えるけどね現実で生きたいよねーっつって、だって現まあそう、もし夢の中だったらね、もう声優といっぱいね、まあハーレーも作れることもできるかもしれないけど、やっぱり現実で生きてる以上、まあ理由にはなってないかもしれないけど、現実で生きてる以上、人間である以上、現実にで生きたいよねってそう思い込んでいるだけかもしれないけど、やっぱり生きたいっていうのもあるし、まあ難しいところだけどね、そこは。でもそういった意味でもまあ面白かったなとは思いましたね。はい。もうこんな時間になりましたね。まさかこんな長く喋るとは思わなかったんですけども、まあとりあえず鬼滅の刃見ないやつはラブライバーじゃねえ、これだけ覚えていただければと思うんで、そうすればね、見ていただいて、ぜひともですね、煉獄さんにハマっていただければと、思いますんで、鬼滅の刃ね、もうほんと公開したばっかなんで、皆さんも、皆さん、ラブライバー以外の人も鬼滅の刃を見て、そして最終的に、ラブライバーになりましょう。